オール10メートル戦10メートルオープンです。1番鈴木弘和浜松、2番越智直久飯塚、3番前田潤山陽。選手海蛇から人気サイド、青と天頭からショート7秒6秒、針動きます。3秒前2秒前1秒前、各者一斉にスタート、ワンオー。さあ内から1番車、なおも鈴木選手がスタート切り、さあまずは白い勝負が抜け出して2番手ピタリとメスカリと前手がつけまして先頭上下、さあ切り込んで3番車前田選手が前へ、1番車鈴木選手が限定2番手交代、さあそれを追って2番車青木選手が限定3番手追って4番車シャペイル松山選手です。さあそして7番車西原クレアから内は6番車海蛇大木選手、さあそれを追ったとこちょっと8番と5番が絡んでいるが松尾選手、さあそして5番車五十嵐選手が現在最高峰の位置、さあ先頭主導権は3番車前田が取っています。2番手は1番車鈴木選手の展開、3と1前2車直線手であと4周回、さあ3番車ここはメスカリとマイドの頭取り、5番がどうしたことか五十嵐選手は止まっています。さあ3番車ここはメスカリとマイドの頭取り、2番手1番車鈴木選手の展開、それを追って2番車大木選手が現在3番手追って4番の松山シャビーは変わらずの4番手、さあ3位置から頭前3車の体型主導権で3番車メスカリと前田です。2番手1番車鈴木選手の展開、さあそれを追って2番車フェイス落ちが一発、2番手変わった、さあ2番車地元は大内選手現在2番手に車がいた、3人から1番前3車の体型、さあ直線勝負です。3番車前田が現在先行中、さあ2番車フェイス落ちが現在追走中、追って1番車鈴木選手が現在3番手、4番車シャペイユ松山は現在変わらずの4番手、さあ3人から1番あるいは4番台頭があるか、さあ2番のまくりごろフェイスが外からあるいは切り返しか、あと1周回入ります。さあまだちょっとこれは予断を許しませんが、2番車フェイス落ちが現在2番手通り、さあ今度は切り返しかどうだ、2番がおっと3番手変わるか、4番車シャベユ松山を外へコースを覗いています。3人から1番あるいは4番となるんでしょうか、さあゴール線上の一騎打ち、3人か2、3回ぐらいか、2連単3番2番で6370円、2連複2と3の組み合わせ1830円、3連単3番2番4番は31050円、3連複2と3